吉田から外の船橋右足を振っていきましたが枠を捉えることはできませんでした。惜しいシュート。北村は1年目に非常に11得点という多くのゴールを挙げ活躍し、サイド開きますがここは狙っていたシュート、船橋正面です。大西の安定感を見せ、右へ供給、クロスを入れられるか、流れながら左足シュートはキーパーが弾いた、こぼれている、もう一度抑えにかかる、こちら側で神田、さらには船橋、さあ中にエリア内入って右足クロス、さあオープンスペース、船橋がチャンスを作れるか、中に神田シュート、ナイスセー、そして池谷から船橋左足のクロス、柳のシュートが決まりました。 YCC に入れて神田です。船橋中に入っていって思い切ってシュートを打っていきました。打っていただけに守備が少ない、小野田が行く、クロスボール、ビナゼシュート決まりました。後から野立が来ました。左に展開、船橋です。船橋カットイン、右足打ってきた、キーパー高橋触り、いけるか、シュートだ、まだある、右に船橋、2人で行く宮崎、それをかわして船橋、山本中当てる、シュート、決定シュート、これはよく守り、 ISCC 横浜はボールを奪ってからのカウンターアタック、その攻撃の迫力は凄まじいものがありますが、さあシュート打っていった、大城から右サイド、船橋流した、さあもう一度船橋、1人かわして右足のクロス、低いボールを送っていきましたが宮で決めた、サイド神田が受けて、船橋右足のシュートが決まりました。 YCC 横浜2点目、船橋のゴールが決まっています。船橋からシュート、ルカテ右を選択、船橋抜ける、これは強いボール入れていきました、船橋右サイド高い位置、船橋つながる、抜けていけばというところ、船橋先制は YSCC 横浜、いい時間帯続いていたところ。